どうも皆さんこんにちは。アドビの岩本です。クリエイティブツールをどう活用すればよいか、皆様のお悩みを解決するいろはシリーズ。誰でもできるフォトショップ。今回ですね、光と影の調整と題してお送りしてまいります。さあ、この講座ではですね、えー、誰でも簡単にできたをコンセプトにフォトショップの魅力と楽しさを紹介いたします。なんと今回ですでに6回目となります。 さあ、すでにですね、チャットをご入力もいただいているかと思いますけれども、も活発にコミュニケーションしていきたいので、ぜひぜひ感想等々入力いただければと思います。では、早速ですね、このシリーズの講師をお呼びしたいと思います。パパさん。はーい。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。今回の、えー、このシリーズの、えー、セミナー担当します。パパです。今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。 さあ、今回四回目はですね、あの、まあ、光と影の調整と題してお送りいただくわけなんですけれども、うん、えっと事前の質問でこんな質問をいただいておりました。フォトショップを使ったことがありませんというですね、まあビギナーの方からなんですけれども、はい、まあ陰影のある立体的な綺麗な画像を作ってみたいですというですね、まあまさに今回のテーマの質問に該当するかなと思うんですけれども、えー、この辺のテクニックですね、今日いろいろ披露していただけるんではないかなとうそうですね。 ビギナーと、はい、え、はめたてで陰影ってすごくいいなとは思うんですけど、<あ>まさにね、<laughs> はい、今日やると光と影をやっていくんです。まさに、えっと、立体感とかにつながるえところですので、ピンポイントかなと思います。えー、ぜひ頑張ってみてください。はい、一緒にやってみましょう。はい。はい。じゃあ最後までですね、ぜひお付き合いいただければと思います。ではでは早速、パパさん、お願いいたします。はい。はい、画面変わります。 はい。というわけで皆さん、えー、改めてこんばんは。よろしくお願いします。パパです。えっと、この Adobe いろさっきもありましたけども、6回目ということで、誰でもできるフォトショップの、えー、講師をやってます。Adobe コミュニティエヴァンジェリストのパパと言います。よろしくお願いいたします。 フォトショップの入門者向けに、えー、実践チュートリアルというものを使ってフォトショップと、ね、ちょっとだけですね、えー、歩み寄って仲良くなっていこうというこのセミナーなんですけれども、今回のお題はですね、えー、先ほどもありました通り、光と影の、えー、調整です。 はい。光と影って聞くと少し難しそうな感じはするんですけれども、えー、シンプルなやり方で簡単なやり方、それこそ今日ビギナー始め、始め立ての方とかもいらっしゃるとは思うので、それでも全然、えー、基本機能で、基本操作で、えー、光の影の調整とかですね、もうできますので、はい、えー。そこの辺を一緒にやっていこうかなと思います。今日は結構、えー、入門者向け、本当にこれからフォトショップ触るよっていう方向けの、えー、結構内容も補足とかもね、入れていこうと思いますので、えー、最後まで皆さんぜひ、えー 見てていいいっくくださいよろししお願いしますそしてですね、はいえー、今回も Photoshop の中にある実践チュートリアルっていう機能を使っていくんですけれども、このシリーズ何回、6回目なんですけど、今まで参加していただいている方は、もう ご存知かなと思うんですけど、まだまだなかなか実践チュートリアル知らないよっていう方もいらっしゃいますので、えー、実践チュートリアルの説明は後ほどとして、今回初めて参加される方のために、始める前にいくつか注意点があります。その実践チュートリアルっていうものを使うために注意点があって、一つは、えっ、ー、と、かなりちょっと古いバージョンのフォトショップを使っている方がいたら、えっ、ー、と、バージョンによってはちょっと実装されてないものもありますので、その点はご注意ください。僕はちょっと最新版を使ってます。で、もう一つですね、フォトショップ、もしこの中に日本語以外のもの で使っている場合は日本語以外で使っている場合は、日本語の実践チュートリアルが表示がされませんので、その点もご注意ください。はい。もう6回目ですね。なんか早いようで早いですね。はい、ね、早いってあれですけど、はい。では先ほどからですね。実践チュートリアル実践チュートリアルと言ってますけれども、それが一体何なのかっていうところなんですけども。実際触っていった方が早いのでやっていきましょう。フォトショップの画面をお願いします。 はい、見えてますね。では、えー、ここから Photoshop を触っていこうと思うんですけれども、実践チュートリアルですね。Photoshop の中にある機能です。それこそビギナーさんにはま、さに使ってほしい機能なんですけど、実際やってみましょう。今、Photoshop の画面があります。右上に虫眼鏡のマークがあるので、そこをクリックすると、よいしょ。はい。もっと知る。ちょっとちっちゃかったですね。こんな感じの。もっと知るというヘルプみたいなマークが、画面が出てきます。 でですね、もしかしたらこの画面になってるかもしれないんですけども、いろんな検索バーにですね、いろんな、えー、ことを入れて検索をかけるヘルプ機能みたいなものなんですけど、この中に実践チュートリアルっていうものがあります。はい。ここを押すと今日使っていく実践チュートリアルが、えー、使えます。もしくは、はい。もしかしたらね、えっ、ー、と、 この画面じゃないかもしれないですけど、上のメニューバーのヘルプからも実践チュートリアルに一発でいきます。さあ、この実践チュートリアル何なのかっていうところなんですけれども、えー、見てみると色々ありますね。選択とマスク、合成、テキストを追加、デザインの技術とか色々あります。このジャンルによっていろんなチュートリアルが入ってます。で、これは、えっと、僕も含めていろんなクリエイターさんが、えー、Photoshop の、えー、クリエイターさんたちが提供しているものになります。えー 選択とマスク16チュートリアルってある風に、この中にさらに、例えばですね、合成っていうところをクリックしてみると、23個の、はい、こんなにあるんですね。はい。ここから好きなものを選んで、えー、チュートリアルをやって、フォトショップと仲良くなっていこうっていう形です。で、この色派シリーズではこれを使っていきます。そして今日やるのが一番上ですね。実践チュートリアルの中の合成。これ皆さんにも入ってます。合成の一番上にある簡単にできる光と、えー、影と光の調整。 はい。これをクリックしてみましょう。はい。これどれもね、5、6分とかで長くて5、6分。もう普通、えー、2、3分で終わるものもいっぱいあるので、サクッと学べるのでおすすめです。これちょっと、はい。僕、僕ですね。ダンボール被ってるのが僕です。はい。で、ここ。簡単できる影と光の調整っていうものを選択していただいて、じえー、チュートリアルを開始ってやると始まります。で、ここからが他のチュートリアルとは違って、ね、ぜひ注目してほしいところなんですけれども。はい。じゃちょっとやっていきましょう。今日これを作りますね。 チュートリアルを開始。はい。ちょっと邪魔なので、こっち側にススッとずらします。はい。チュートリアルを開始をすると、はい。先ほどのこの画面に説明が出ます、チュートリアルの。はい。それとは、えー、別にですね、見たらわかると思うんですが、サンプルのファイルが開かれます。なので、素材を、画像素材を集めてきたりとか、教材を自分でダ,、えー、ダウンロードして集めてきたりとかする必要がないのは、これがすごく便利なところですね、一つ。 はい。これ結構手間なので。はい。それともう一つですね。ここに説明があるっていうふうにも言ったんですけれども、ちょっと読んでみましょうか。その方がいいですかね。えー、完成画像を確認する。これ部長僕が作った実践チュートリアルなんですけれども、はい。えー、僕の実践のチュートリアル、最初に絶対にかあの完成画像を確認するようにしてます。えー、作業を始める前に完成画像を確認して,してみましょうと。完成画像はレイヤー左の目玉のアイコンをクリックすることで、いつでも確認することができます。はいはい。 レイヤー左の目玉とはどこだと。いうところが、ここに出ます。はい。実践チュートリアルの一番のポイントがですね、次にどこを触ればいいか、この青い吹き出し、コーチマークが出てくれます。完成画像を確認したら、レイヤー左の目玉のアイコンをクリックして、完成画像を表示にします。じゃあ、ここですね。カチッと。押すと、はい、次へっていうふうに出てきます。 こんな感じで実践チュートリアルですね。本当にビギナーの方だったり、これボタンどこだっていうのがわからない、UI わかんないっていう方でも、こういうふうにコーチマークが出るので迷わず、しかも実際にフォトショップを触りながら勉強できるっていう点で、今まさに私も押している機能ですので、ぜひ使ってみてください。今日はその中の光と影をやっていきます。じゃあ実践チュートリアルのコーチマークに沿ってですね、やっていきたいと思います。光と影ですね。 これ毎回作例を考えるのがなかなか大変でですね。今回地球にしてみました。ね。ちょっと地球のポスターっぽい。地球を浮かせようって、光を当てて浮かせようと思います。はい。じゃあ非表示にしたので、次へをクリックします。あっち。 はい。じゃあ、ここに出てくるのは、光をまず追加するみたいですね。描画モードを使って光を追加します。はい。まず、この地球、どこから、えー、もっとわかりやすく光源、どこから光が当たっているのかっていうのをわかりやすくしましょう。じゃあ、光のレイヤーを選択します。はい、ここにありますね。カチ。そしたらひ、えー、光のレイヤーの左の目玉のアイコンをクリックして光を表示させます。カチ。 はい、こんな感じですね。はい。そしたら、描画モードをスクリーンにして、えーご、光を合成します。はい、描画、ここを描画モードっていうみたいですね。これ今通常となっているものをスクリーンにします。はい。すると、こんな感じで、光の部分だけ、さっき黒かったところが、はい。光の、この白い部分だけが合成されました。 はい。で、下の方にですね、この画面の下の方にちょこちょこ注意事項だったりも書いてます。えー、描画モードっていうのは上のレイヤーを下のレイヤーに様々な方法で合成する機能ですっていう風にですね、他にも、えー、補足とかも書いてますので、ちょっとずつ見ながら進んでいきましょう。はい。ここはまだまだ本編というかメインのところではないので、どんどん行きましょう。はい。えー、僕のその色がシリーズ見てくれてる方はわかると思うんですけども、何かとパーティクルを入れがちなところがあります。はい。じゃあ、パーティクルっていうレイヤーをクリックします。 そして目玉のアイコンをクリックして表示させます。さっきと一緒ですね。これの白い部分だけを使いたいので、はい、この点々の部分ですね。はい、さっきと一緒です。描画モード。今通常となっているところをスクリーンに変えます。はい。これで光がつきました。光が差しましたね。<laughs> ついてないですね。光が差しました。この光が上から刺さっている状態で、えー、この地球に光を、光と影をつけていこうかと思います。では、次へをクリックしますね。 じゃあ、まず地球に、今回地球にその光の部分と暗い部分をつけるっていう風にしようかなと思ったんですけど、えー、ぜひもう一個だけですね、えっ、ー、と、やって、えー、覚えてほしいな、便利で面白いのがあるので知ってほしいなと思ったのを追加して作ったんですけども、地球を浮かせるっていうのをやりたいと思います。はい。ブラシを使って地球の影を描き浮いてるような演出を加えます。はい。今、今でも浮いてるよって思うかもしれないんですけど、影が落ちることですごく浮いてる感。 が出るので、その影の付け方ですね。これもすごく簡単なので見てみましょう。はい。これね、えっと、前、あだ、すいません。YouTube か何かでね、コンセプトアーティストの方がやってるのをかなり昔に見て真似をしだしたやつなんですけれども。はい。じゃあ、まずやっていきましょう、えー。背景の、背景のレイヤーを選択します。カッチ。はい。そして、レイヤーパネル下の新規レイヤーのアイコンをクリックして、新規のレイヤーを作ります。はい。ここですね。 なんでわざわざ背景レイヤーを一回選択したのかっていうと、新規のレイヤーを作るとき、選んで、今選んでいるレイヤーの一つ上にできるので、ここの今背景レイヤーを選んで新規のレイヤーを作ったので、ここに入れたかったので一回ここ、背景レイヤーを選んだって感じですね。まあもちろん一番上にできてしまったらこうやってドラッグで移動させることもできるのであまりあれなんですけれども、こんな感じですね。はい。ちょっとこの子が邪魔なのでこっちに行ってもらって、はい。 じゃあ、影をつけていきます。ブラシツールですね。ブラシツールを選びましょう。これです。はい、で、ブラシツールを選んだら、はい。えー、ツールパネル下の2つの四角ですね。左上を描画色、右を背景色。ここのことを言っています。はい。ここをですね。はい。黒に変えます。これ、ダブルクリック、あ、クリックするとカラーピッカーが開くので真っ黒にします。 はい、でここからですね、ここからが大事なとこです。ブラシを選んで、プロにしたら、ウィンドウから、ここメニューバーって言います。メニューバーのウィンドウから、ブラシ設定っていうのをここにあります。これをクリックすると、はい、こんなのが出てきます。ブラシ設定ってブラシ、ね、皆さん、ブラシはなんとなくイメージつくと思います。それの、えー、かなり細かい設定を、大きさ、硬さだけじゃなくて、 半角とか硬さ、筆圧とかそういうのを細かく決める部分になります。はい。今回はそこをいじります。はい。まずブラシですね。ブラシを、設定を開いて、今、ブラシの先、ブラシ先端のシェイプになっているかなと思います。はい。まず変えるのは直径。直径を730。はい。直径って言うとあれなんですけど、大きさのことですね。ブラシの大きさのことです。はい。 で、これがあんまり馴染みがもしかしたらない方もいるんじゃないか。新円率っていうのがあります。じゃあ、今100%なんですけど、これ10%にしてくださいって書いてるのを一回してみましょう。はい。こんな感じになります。わかりますかね新円率100%。これ新円率10%みたいな形ですね。こんな感じで押しつぶした感じになります。から、硬さを0にします。硬さを0にしましょう。はい。これで OK です。で、ここにも書いてるんですけど、ブラシの設定後、右上のこの、ここのアイコンで閉じること。 よいしょ。じゃあ、ブラシの設定ができたので、次へをしましょう。これでカンバスの中の地球の真下に点を打ちます。はい。ここまで来たらなんとなくわかるかなと思うんですけど、この辺ですね。ピット。はい。影を落とします。はい。で、次へ。ちょっと影が濃いので、不透明度、レイヤーの不透明度を70%まで下げましょう。はい。 これで浮いているような影を落とします。これ面白いんですよね。影、あのブラシを潰してポンって置くだけで。そうなんです。これ色、本当にもちろんいろんなものでできて、えっとサンプルをですね、持ってきたんですけど。そううこれですね。ちょっと離れちゃいますけど。はい。この上にあって、ここで影を落とすだけで浮いてる感がすごく出るんじゃないかなと思います。 はい。結構僕、あのー、s f 系とかも作るので、あのー、浮いてるものとかも作るんですがこういう時に影の演出とかはすごく大事になってきます。しかも、ブラシ潰してやるだけでいいっていう、そうなんです。で、これもう一個やり方があるので、もし、えー、時間が余ればやっていきたいと思います。じゃあ、次に行きましょう。はい。じゃあ、地球浮くことができました。はい。 次行きましょう。じゃあ、ついに、えー、地球に陰影ですね。影と光の当たってる明るい部分と暗い部分をつけていきます。はい。じゃあ、やり方として、まず地球のレイヤーを選択します。はい。で、レイヤーパネル下ですね。レイヤーパネル下の調整レイヤーのアイコンから明るさコントラストを選択します。よいしょ。ここに調整レイヤーがいろいろあります。調整レイヤーは色を変えたり、えー 明るさを変えたりと、あの、特殊な効果を与えるレイヤーのことです。今回はその中のいろいろある中の明るさ、コントラストを選んでみます。調整レイヤーの、はい、特徴として、今、この真ん中にありますね。ここに。自分よりも下のレイヤーに効果を与えます。今、明るくすると、自分よりも下にあるレイヤーすべてが明るくなります。でも、今回明るくしたいのは地球だけなので、今度はその処理をします。地球だけにこの調整レイヤーの効果を与えるようにしていきます。 じゃあ次へをします。そこで出てくるのが、ご存知の方も多いんじゃないでしょうか。クリッピングマスクですね。はい。メニュー、調整レイヤーを選択している状態で、はい。メニューから、レイヤー。そしてここですね。クリッピングマスクを作成というものがあります。これをカチッってやると、レイヤーのこの形が、こんな矢印に変わったんじゃないと思います。はい。この状態で、はい。この状態で明るさとかを変えると、この地球だけに効果が与えられるようになります。 さて、ちょっとですね、ここからまたちょっと深掘りするんですけど、このレイヤーマスクを選択した状態で、Windows の方はコントロール I ですかね。Mac はコマンドですかね。コントロール I を押すと、会長の反転の、会長の反転のショートカットになります。会長の反転ということは、白いものは黒になって、黒いものは白になります。はい。マスクは皆さんはご存知ですかね。大丈夫ですかね。そう。 マスクは白が見えている状態、黒が隠れている状態です。最初白いレイヤーマスクだったので、コントロール i、コマンド i を押して、会長の判定をして真っ黒にしました。はい。じゃあ次へしましょう。はい。お、ちょっと待ってくださいね。ちょっと戻ろう。よいしょ。これあの、僕みたいにも待っあ、これちょっと今。 先に次へ押しちゃったわ、みたいな時は戻、えー、前へってやったらまた戻ってできるので、はい。ちょっともう一回おさらいきますね。よいしょ。地球のレイヤー選択した、えー、明るさコントラストを出しました。はい、次へですね。はい。で、クリッピングマスクをします。よいしょ。はい。この時に一回ですね、はい。明るさを。よいしょ。 しょ。あ、ごめんなさい。明るさじゃなかったですね。先にここに書いてましたね。コーチマーク無視してましたね。コントロール I で会長の反転をします。はい。で、真っ暗になりました。じゃあ次、次、は、へ、い。じゃあ、ブラシを選択するんですが、ブラシ、さっきや、えー、ブラシ設定やってやったので、潰れた状態になってます。これを元に戻しましょう。ブラシ設定から、はい。震源率を10%のものを100%に戻します。 そして次へをクリックします。はい。で、描画色が白になっているのを確認します。そうですね。で、ここで塗っていくんですけども、今、この調整レイヤーですね。このこっちの部分を選択して、今、明るさを触ってないので、これをマイナス70ぐらいにしましょう。はい、そして、レイヤーマスクを触って、白いブラシで、ちょっと今、レイヤーマスクを非表示にするとこんな感じで、地球ちょっと暗くなってますよね。 この状態でレイヤーマスクを、レイヤーマスクを選択して下の方をふわと消していきます。白で塗っていきます。なんとなく、ちょっとじわっと変わったのがわかりますかね。はい。これで影をつけました。はい。まず最初に地球を調整レイヤーで暗くします。そして、レイヤーマスクを反転します。 はい。そして白いブラシでレイヤー、黒いレイヤーマスクを塗って、塗った部分だけにその黒い効果をかか,るかかるようにして影を表現しました。はい。このやり方で明るいところもやっていきましょう。はい。さっきとやり方は一緒ですね。はい。えー、調整レイヤーから明るさコントラストを選びます。はい。そして次へ。はい。そしてクリッピングマスクをしましょう。はい。で、今度は明るさは さっきはマイナス70だったんですけど、プラス70にしましょう。はい、ここですね。そして、コントロール i で反転をします。ここはおさらいですね。はい。なので、白だったら全部見えてるんですけど、コントロール i で逆になったんで、真っ黒になって消え、えー、効果が隠れました。はい。そして、この状態で次をして、はい。今は、 ツールパネルから描画色を白に設定します。もうなってますね。OK です。次はします。今度はカンバス内の地球の上側をブラシでドラッグして、地球の上だけが明るくなるようにします。こんな感じですね。ちょっとね、遠目からなぞる感じがいいかなと思います。はい。こんな感じですかね。はい。じゃあ次行しましょう。こんな感じで、ちょっとビフォーアフターを見たいので、ちょっとこの子はどいてもらって。はい。 このままでもなんとなくいい感じはしますけど、光と影がつくだけで、えっと、さっき最初の質問にあったみたいに、ちょっと遠近感、遠近感じゃなくて立体感が出ます。はい。そして、あ、じゃあこんな感じなのねっていうふうに次へ押すと、はい。 完了、終了っていうふうに出ます。実践チュートリアルですね。こんな感じでなぞっていって、終わったらこんな感じで、えっと、作った人の一言があります。お疲れ様でした。ブラシで直接書く影ですね。あの、浮いてる影と、調整レイヤーを使って書く影をやりましたと。一見変わらない、えー、一見変化がわからなくても、レイヤーの表示、表示をして、ビファクターをして確認をしてみましょうと。はい。 っていうふうに、こんな感じですね。はい。それでですね、えー、っと、実践チュートリアルはここまでになります。で、実践チュートリアルに役に立ちましたかっていうのがあります。これ、あの、ぜひ、あの、レビューをしていただきたいんですけども、はい。で、ご意見がありましたら書か、えー、書いてくださいっていうところで、今日は、えー、っと、調整レイヤーのレイヤーマスクを反転していろいろやる、あの、明るさを、暗さをつけるっていうのをやりました。で、ちょっとワンポイントでもう少しお時間があるので、ちょっと持ってきたものがあるんですけれども、これですね。 はい。さっきは光と影、明るいところ、暗いところを調整レイヤーでやってみました。で、調整レイヤーはさっきも言ったみたいに明るさを変える以外にも色を変えたりとかもできます。なので、調整レイヤーを変えて同じやり方でいろんなことができるっていうのをやってみます。はい、えっ、ー、と、もう先に言っちゃう何をするか今度これツイッターにちょっとチップ出そうかなと思ってるののの先出しなんですけど、カラコンを入れようかなと思います。はい。同じですね、やり方。これは目なんですけど、調整レイヤーの 今度は明るさじゃなくてカラコンを入れたいので目の色を変えたいです。色を変えるときは色相サイドを選びます。はい。似たようなレイヤーが出てきましたね。はい。そしたらプロパティパネルの色相があるので、こんな感じで色変えちゃいます。はい。もう全体かかってますよね。今、目変えたいのにいろんな色が、いろんな肌の色も変わってます。はい。なので、この白いレイヤーマスクをコントロール、アイコマンドアイで反転します。うん レイヤーマスクが黒になったので、今色を変えた効果が全部隠れている状態です。じゃあここから何をするんだっけっていう話なんですけども、色を変えたい、この調整レイヤーの効果を反映させたい部分だけ白色で塗るっていうことをやっていきます。この時ですね、ちゃんとレイヤーマスクを選択した状態でいきましょう。はい。で、塗っていきます。ブラシの大きさとかも変えてですね。はい。ちょっとわかりやすいように、えー、右目ですね。右目だけ塗っていきましょう。 感じでどんどん変わってるの光よりもちょっとまあ見た目は分かりやすいですよね。こんな感じで。はい。はい。ちょっと変わったのが分かります。なんかちょっと色が汚いなあ後で変えたいなってなった時に便利なのが調整レイヤーですね。後からいくらでも変えれます。えー、色彩の統一とかを押してみると、こんな感じでガッと変わったり、色相を選ぶと、こう、いろんな色に変える。 こんな感じで、えー、今回は明るさと暗、明るいところ、暗いところを調整レイヤーのマスクでやってみましたけども、こんな感じでですね、もちろん目もそうですし、髪の色だって変えることができます。はい。こんな感じで、えー、今回は調整レイヤーを使って、あ、今回は完成はこっちでしたね。はい。今回は調整レイヤーを使って、えー、調整レイヤーと調整レイヤーについているマスクを使って、一部だけ明るくしたり、一部だけ黒くしたりするやり方をやってみました。プラス、下にこの、 影がつくんですね。ここもやってみます。ちょっと浮いてるような演出をやってみました。はい。このやり方、調整レイヤーの使い方、多分おそらくものすごく使うことになると思うので、ぜひ覚えておいてください。はい。というところで、今回の実践チュートリアルはここまでになります。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました、パパさん。いや、はいま、皆さんからいろいろコメントもいただいてはおりますというところなんですけども。はいはい えっと、今回ですね、実践中どれの URL の案内も、あの、させていただいたんですけれども、ちょっとうまく表示できなかった方、もしかするとバージョンがというところでして、えっ、ー、と、基本的にはパパさん冒頭言っていただいたんですけど、最新バージョンですね。まあ、今、あの、細かな部分で言いますと、まあ、24っていうのが最新のバージョンになっていて、 そのアップデートを当てていただくと24.4.1というバージョンになります。で、実際最新バージョンはそれなんですけれども、一つ前のバージョンですね。23でもこの実践チュートリアルはパパさんが追加していただいたものは使っていただくことができます。 ただしですね、それよりも前のバージョンですとですね、あの残念ながら表示がされませんというところと、あと、えっと、コメントでいただいたんですけども、iPad を使っていただいている方、iPad 版には残念ながらこの機能は、はい、いえいえ、ありませんというところで申し訳ありませんというところですね。はい。で、それ以外なんですけれども、あとですね、えっ、ー、と、ブラシを使用しているときはマウス以外のツールを使用していますかっていう質問があったんですけども、 パパさんは、<れ>あの普段はマウスだけじゃないですよね、使ってもね。これ、すごく話したい部分なんですけど、日<ご> <laughs> 今回はあの皆さんと一緒であのマウスでやってて、はい、あの日頃お仕事するときとかは、ペンタブを使ってます。で、僕は基本的にペンタブレットをおすすめしてるんですけれども、結構光を描くときは、光のハイライトとかをつけるときはマウスでやります、結構。<laughs> そうあの 今、大丈夫ですかねもうちょっと。はい。<laughs> 大丈夫ですよ。<laughs> はい。えっと、光を描くときに、今回球体だったので丸い感じだったんですけども、服の、例えばこの袖の部分とかに光を乗せたいとき、ペンツールでやるよりも、割とマウスでクリックして、シフトを押しながらクリックして直線で引いて、後でこうやって消す。 細くしていく。みたいなことの方が綺麗に弾けるっていうのについ最近、ちょっと前ぐらいに気づいたので。もう一回やりましょう。<あ>ごめんなさい。画面出てなかったので。あ、<laughs> ごめんなさい。もう一回いきますね。はい。すいません。ちょっといきますよ。うん、これが丸じゃなくて、直線的なものに何か僕がハイライト、一番明るいところを書こうとしてると思ってください。はい。で、ペン、もちろんペンツールでも、ペン,ペンタブでも全然いいんですけども、最近僕は一回マウスでクリックします。で、シフトを押したまま別のところをクリックすると直線で繋がるんですね。 で、そのまま、今ちょっと消しゴム、本当はマスクでやりますけど、今こうやって一回直線を引いて、後でこうやって細くしていく。みたいな方が、えっと、後々作品見たときにハイライト綺麗に乗るので、結構光を描くときはマウスでやってます。ただ、ペンタブレット U があると、も、あった方がいいかなっていう話ですね。<laughs> う最近割と気づいたとこですね。はい。 ね、そんないろんなことができるパパさんもね、実はフォトショップ使っても何十年っていう人じゃないんですよね。ちょうど5年ですね、ちょうど5年ですね、うん、すね今月で。はい、実はあの5年、もうフォトショップ32歳なんですけども、本当長く使っていただいている方もいらっしゃるかとも思うんですけども、はい、パパさんもフォトショップ、ぐーっと深み持っていろいろやっていただいて、ここまでテクニックいろいろお持ちになったというところですね。 そういう形で、まあ、あっという間のところではあったんですけれども、いいいね、はい。あの、実際ですね、あの、実践チュートリアルで、えっと、この6回ですね、うん、あの、過去のコンテンツもすべて、えー、アーカイブで見ていただくことができます。途中から見た方ですね、ちょっと少し早くて見逃しちゃったなんていう方は、アーカイブ、えっ、ー、と、 近日、この最新の今日やっていただいたものも、メールによって、えっと、準備ができ次第お届けしますので、そちらを見ていただければと思いますし、また、あの、今日初めて見たっていう方なんかはですね、ぜひ、あの、1回目から5回目まで、よりですね、ビギナーの方に向けて、えっと、コンテンツ用意いただいたものになるので、一つずつ見ていただくと、あの、様々な、あのですね、効果ですとかを覚えていただくことができるのではないかなと思います。 いうことで、いや、あの、いろんなコンテンツですね、これからも皆さんにお届けいきたいというところもありますので、えっ、ー、と、うん、ぜひ、あの、この番組終わった後のアンケートでですねあの、パパさんにこんなのやってもらいたいなんていうことの声もですね、<ー>ぜひ。知りたいです、ぜひ。あの、はい、皆さんのリクエストがいただけるとすごく助かります。はい。はい、その内容もですね、実践チュートレルに実装していくというところもありま,ます。します。はい。あのね、ぜひ皆さんの声を届けていただければと思います。よろしくお願いします。はい。 ということで、あっという間の時間なんですけれども、さあ、次回ですね。次回はどんなコンテンツやっていただけるのかというとです、ね、けれども、はい、えっと。次回5月26日、誰でもできるフォトショップなんですけれども、はい、こちら、はい。自分のサインをアートに残そうということでですね。アナログサインをデジタルサインにと。 いうことでお届けしていただくんですけれども、ああね、パパさん、こんな次回の見どころみたいなところちょっと簡単にお話いただければと思うんですが。これ結構、ツイッターとかでも皆さん需要があって気になるとこみたいで、本当に、はい、あの紙で皆さんね、サイン、作品作ったりしたり、サイン書いて、それをもう本当スマホで撮って、うん、それをちゃんとデジタル化して作品に載せる、うん、みたいなところをやっていこうと思います。うんうん、いろんな方法がありますけども、えー、次は、えー、ね、サイン載せるだけじゃないところもお見せしようかなと思ってるので、お楽しみに。 ちょっと聞かせていただいたんですけども、なかなかテクニックもそうなんですけども、エンタメ性でもあっても面白いところにあるんじゃないかなというところありますので。でちょっと工夫、二工夫してますので、ぜひ見に来てください、うん。はい。ということで、次回ですね、5月26日というところで皆さん予定を入れていただければと思います、うん ということで、はい、あっという間の30分ではございました。見逃した方はですね、アーカイブのチェックなどもしていただけると幸いでございます。はい、ということで、パパさん、今日もありがとうございました。はい、は皆さんもありがとうございました。した。はい、ではまた次回、また来月。